皆さんこんにちはジャングルベリー代表富田秀明ですこの動画では寄せ植え初心者の方に向けた寄せ植えの作り方と考え方をご提案していますこれから寄せ植えを作ろうと思う方今作っているけどなかなかうまく作れない方色合わせお花選びが苦手で自分にはセンスがないなと思う方はぜひ最後まで見ていってください 前回、動画を5本撮らせていただいて、えー、たくさんコメントをいただきました。本当にありがとうございます僕のチャンネルではないのでコメントは返すことができないんですけども1つずつちゃんとチェックして、えー、ニヤニヤしながら読ませていただいています。前回1本目のの動画で僕が寄せ植えの提案者として えー、提案している寄せ植えのことについて、えー、お話しさせていただいたんですが、えーまあ、口頭のみだったので、えー、なかなかちょっと伝わらない部分もありましたので今日はちょっと手作りで作ってきたんですけどもおこのフリップをですね使いながらもう一度寄せ植えのことですねお話ししてからあ寄せ植えを作っていこうかなと思いますますずは、えー、寄せ植えのことについてお話しします。 そして、えー、寄せ植えがうまく作れない原因そして色合わせとお花選び、えー、よ上手に作るポイント5つそして最後まとめと初心者の皆様へというような順番でお話ししていきたいなと思いますまず1番目ですね寄せ植えのことまあ、寄せ植えとはというね、えー、まあ、定義ではないんですけども これからね、始めていただく方にお伝えしていこうかなと思いますこれから寄せ植えを作られる方は覚えておいてほしいなと思います複数のポット苗をこの一つのね器に寄せて植えたものをつまり寄せ植えと言いますで、通常の鉢植えですね、えー、よりは詰めて植えることになりますのでお花にとってはずっとそのままだと窮屈になります ですので、はい、干渉期間を設けましょうと。でこれは、えー、春と秋によって、えー、干渉期間が異なります。えー、春は二ヶ月から三ヶ月、えー、気温と湿度が上がるのでだいたい二ヶ月か三ヶ月。で秋は気温があ下がっていきますので三ヶ月、五、えー、ヶ月、えー、翌年の春春ぐらいまで、えー、持ってしまいますので。 寄せ植えのシーズンとしては秋が一番いいのかなと個人的には思いますで、鑑賞期間を終えた後はお庭がある方はお庭に植えてない方はですね、鉢植えで育ててください鉢植えでは単品,単品で大きく育てるという感じになりますので寄せ植えで見てその後はお庭で育てると いうことになりますので寄せ植えではあんまり育てるということは考えない方がいいかなと思いますでは次に寄せ植えがうまく作れない原因ですねはい、えー、世間一般的に思われていることはですね えー、色合わせとお花合わせがうまくできない、えー、なので、えー、私センスないのよねっていうような感じになって、えー、皆さん色合わせとお花選びが原因ではないかというふうに思いがちなんですが、はい、実は、えー、寄せ植えがうまく作れないのはこのフォルムが原因なんですね。で フォルムっていうのは要するに寄せ植えの出来上がりの見た目ですね。形というか見た目です。えー、このフォルムが原因で、えー、なかなかうまく作れないように思える思うんですね。えー、フォルムっていうのは、えー、じゃあどういうフォルムかというと、綺麗なフォルムと綺麗ではないフォルム。綺麗ではないフォルムが原因になります。綺、え、麗、ー、なフォルムと きれいではないフォルムはどういうフォルムかというと使用ポット数が明確いわゆるポンポン上ですね、えー、5, か5株なら5株上上ってます感が出てしまっていること4株なら4株,4株感が出てしまっていることをきれいではないフォルム。 と言います。じゃあ綺麗なフォルムというのは使用ポット数が、えー、曖昧です何,何ポット使ったかわからない、えー、つまり、えー、一株感が出てて、えー、一体感が出ているフォルムを綺麗なフォルムという風うになりますじゃあこの綺麗なあフォルムが出ているとどうなるかというと3番の色合わせ 色合わせとおなお花選びに、えー、関わってきますフォルムが綺麗に出ると色合わせお花選びした効果が実感できる、えー、もっと言えば色合わせお花選びしなくてもしたように見えますつまり皆さんはお花選びがあできているんですねであるいはあできるんですそれが えー、フォルムが綺麗に出ていないので、えー、なかなか色合わせした効果が出ずに、えー、自分にはセンスがないのかなという風うに、えー、なるのが原因ですそしたら、えー、フォルムを綺麗に出す、えー、ポイントが4番目ですね5つあります、えー、ポイント1番目はあポイント1番目、えー、高めに植えますこれは実演でもう一度ご、えー、説明しますけども えー、このポットがですね少し見えるぐらいですね、はい、ちょっと見えるぐらいあるいは下の葉っぱがですね下の葉っぱが、えー、器に器の縁に触れるか触れないかぐらいこのぐらいですね、はい、で低すぎると蒸れます、ねえー、風通しが悪くなって蒸れてしまいますなので蒸、えー、れと腐れを防止するのとそれと 見た目がですね鉢の方が目立ってしまいますので、えー、た高い方があボリュームがね出ますので、えー、なるべく高めに植えていただきますそして、えー、2番目ですねポイント2苗を上から見て丸くなるように横長に配置するというふうになりますこれはどういうことかというと苗を上から見ます 苗を上から見ると横幅が広い方と狭い方がありますので広い方をねこんな感じになります。はい、えー、広い方ですね、こっちの広い方をこういう感じに横長に植えていきます。ね、横長に。はははい。で、これは理由あありりままます。2つありまして、ず えー、この丸の中に必要最低の量でで、えー、入れて欲しいんですねこれ例えばですねこの横が縦向きになるとここに、えー、スペースがありますのであ1つか2つ入れようかなってなりますので、えー、ポット数が増えますポット数が増えると蒸れやすくなってお、えー 寄せ植えの鑑賞期間も短くなってしまいますので必要最低の量でここが埋まるようにしていくといいと思いますそれからもう1つはですねこれが丸ではなくて四角長方形ですね長方形それから楕円そういったお花に対しても同じように植えることができますどういうことかというとまず オーバルの場合はこんな感じですね横向きですね横向きにしていきますそして長方形の場合ですね長方形の場合はこんな感じですちょっと若干こうアーチ気味にねなってこっちはこう横長にしていくようにしていきますそして正方形の場合でも丸と同じようにこういう風にしていただくといいかなと思います ただし、えー、まあ、若干、えー、こういうね多少の調整は必要になっていきますので、えー、これが全く正解というわけではないんですけども、こういうふうにするといいかなと思います。そして、えー、3番目のポイントです、えー。今度はですね、3つ目のポイントは枝、枝あるいは葉っぱや花けの高い方、あるいは長い方を 内側（中心）へ向けるというのが三番目のポイントです。これはどういうことかというと、先ほどの図を見ていただくと、ここに外側と内側と色をね別にしてあります。内側の外側をまあいわゆる外側。こっちの内側ね器の中心の方を内側というふうになります。どういうことかというとですね。 えー、こ,うやってこうやってパッと見ます。ね、横幅が、えー、決まったらですね、えー、横幅、えー、これはですねこっちの方が長いのかなこういう方がね長いので、えー、こっちが内側かこっちが外側になるんですけどもこうやって見た時に、えー、背丈があ高い方があります。背背、ねね、背丈丈丈ががねねねこここの背丈のののの辺辺とでですす高高いいは方を 内側に持ってきます。内側にですね。はい。えー、ラベンダーにするとラベンダーだとこっちが高いのでこっちを内側にします。えー、こういうふうにねやっていきます。こんな感じですね。はい。でこの背丈の高い方と低い方、あるいは長い方と短い方の区別が、えー、つかない場合は。 ポイント3のプラスアルファで、えー、お花がたくさん咲いている方を中心、あるいは内側に向けてください。で、傾向としてはですね、枝が高い方、長い方にお花が咲いている傾向があります。えー、どういうことかというと、はい、こっちですね。これが今、こっち側が内側になるんですけども、パッと見た感じ、こ,こっちの方がね、お花がいっぱいあると思うんですね。 はい、そしてペチュニアの場合もこっちの方が枝が長いので枝が長い方にパッと見お花が咲いているのでこっち側が内側になります。でラベンダーもはい、えー、こっちの方に、えー、こ,こっちの方にね、えー、お花がいっぱいついているのでこっち側を中心に向けていきます。 で丸の場合もこっちが内側で楕円の時もこんな感じにしていきますそして長方形の場合もこういう感じですねそして正方形の場合もこういう感じですねでつまり器の中心にたくさんのお花を集めると色合わせした効果が実感できるということになります 器の中に、えー、中心の方にね、えー、たくさんお花をお入れてあげるとお色合わせした効果が実感できる。と。ではですね、えー、色合わせした効果が得られる仕組みについてちょっとお話ししようと思います色合わせした効果が得られるあるいは色合わせしたように見える、えー、仕組みですね、えー、これは、えー 寄せ植えをする前というのは、えっと、苗と苗で見ますので、えー、この色がですねこういうふうに大きい塊で、えー、見えます。でこれを寄せ植えにして、えー、器の中に器の中心の中にお花を集めることによってどうなるかというと、はい、あここに書いてありますね。器の中心に集めると 色同士が入り込み色が分散されてお花の色の強さがですね弱くなってつまり水玉模様みたいになっていくと色合わせしたように見えるあるいは色合わせした効果が得られるというふうになります。 えこの塊ですると色がすごく気になるって合うかどうかっていうふうになってしまうんですけどもこれを分散して一つ一つの色を小さくすると色が分散され見やすくなって色合わせした効果が得られあるいは色合わせしたように見えるというふうになります。になります。ではえ次ポイント4番ですね。4番はえ葉の高さを合わせます。 で葉の高さっていうのはですね、どういうことかというと葉の高さというのはこの葉の高いところをどの株も葉の高いところを揃えてあげてここにね、リーフラインって自分でね、命名してますけどもこのリーフラインを作ることによって1株間がより出せます。なののの、で、この株の 1一株にいろんなお花が咲いているように見せると寄せ植えはすごく上手に見えて色合わせした効果も得られるというふうになります。でもちろんお花の苗には高さがねいろいろありますので葉の高さが合わない場合はリーフですねリーフで高さを補うような形でフォルムを修正していただくようになります。 えー、ポイント5番は寄せて寄った枝や葉っぱ、えー、花は元の広がりに広げる、えー、これはですね、えー、この寄せて寄寄せせますよね寄せるとおこのまんまだとお不自然なので、えー、寄せて寄ったお花はあこの元のね位置に広げてあげるその時に混ぜてね混ぜたりするとお不自然なので、えー、こっちに 行きたいものはこっちに行かせるこっちのものをこっちではなくて、えー、いっこっちの枝はこっちに、えー、こっちのお手前の方は手前に、えー、広げてあげるようにするとお自然な広がりになりますので、えー、寄せて寄ったお,お花あ枝や葉っぱは広げてあげてくださいそんな感じで、えー、ポイントをお伝えしました。で、で、えー、まとめですね まとめとあと初心者の皆さんにですねはいまずまとめはですね色合わせとお花選びではなくてまずは、えー、フォルムをきれいに出すことを優先にしていただきたいなと思いますで本当は、えー、皆さんは色合わせお花選びができている、えー、いうことをですね、えー、認識して、えー、寄せ植えを作っていただきたいなと思います そして、えー、まずフォルムがきれいに、えー、出ていないとですね、えー、この色合わせ、お花合わせの悪循環ということですねでこれはおフォルムがまずきれいに出ていない場合、えー、色合わせをします、そうすると色合わせした効果がの実感がないので、えー、自分がセンスがない、えー、苦手、センスがないと。 いう,ふうになって、えーまあ、流行りとかですね同系色で、えー、まとめてしまう、えー、そうするといつも同じ感じになってしまって、えー、それの循環ですね、えー、こういうふうにずっと何となくやってしまう感じになるんですけどもフォルムがきれいに、えー、出ているとですね、えーフォルえー、色合わせお花合わせをするとですね、えー、ご自分の色合わせした あお花選びした効果が得られるのであっすというふうになってで自分は得意でセンスあるかもと思えてくるとではいろんなお花や色で、えー、合わせてみようというふうになって、えー、どん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 いろんな色合わせした履歴が残って さらに色合わせができるようになるとこういうふうに好循環になっていくとどん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 ん寄せ植えが楽しくなりますのでまずはフォルムをきれいに出していただけたらいいかなと思いますで、初心者の方はですねやはりお花選びが重要になってくると思うんですけども正解があるんではないか あっていう風に思ってしまって、何かね正解を探そうと思ってしまう。まずですね、皆さんは初心者の皆さんは、はい、お花選びをするときは大人スイッチをオフにして、子供スイッチをオンにしていただきたいんです。これはどういうことかっていうと。 ふだんのです、ねえー、まあ生活習慣の中でですね、まあ、人に合わせたり、えー、正解を求めたりするそういうふうに慣れてしまってお花選びも何か正解を求めて、えー、選んでしまうんですがこの時ばかりはですね、えー、子ども、えー、と言ってもですね、小学生ぐらいに戻って、えー、あの小学生のスイッチをオンにしてですね、えー、色合わせ、色がですね、色とかお花が 合うかどうかかどこれがこれで正解なのかなっていう,うドキドキではなくてですね、えー、青と黄色と緑を合わせたらあどんな色になるかっていう色あそび、えー、ど,っちかどちらかというと探求心を持って、えー、ワクワクして色遊びしていただけると楽しいかなと思います。 寄せ植えの提案者を生業としてですねもうすぐ僕は10年になるんですけどもたくさんの方にお会いしてですね今思うのはやっぱりどん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 ね自分の好きな色を合わせていただいてねあこんな雰囲気になったなっていうような色遊びをしていただくと楽しいかなと。 思いますのでぜひ初心者の方はあ正解をね決めずに、えー、選んでいただければいいかなと思いますそしてお花を選ぶ時はですねそうは言っても選んだお花に対して色を合わせてしまうと思いますので、えー、僕が寄せ植えのイベントで参加者の方にお花選びをする時はどういうふうに提案しているかというと一つ選んだものに 一つお花を選んだらその選んだものはもう見ないようにしてくださいと言っていますで、えー、2ポット目は、えー、1ポット目と同じように、えー、このお花を見てイエスかノーかこの色を見てイエスかノーか。 そういうふうにして2ポット目も3ポット目も選んでいただいてその選んだお花がですね自分のおそらく好きなものばかりだと思いますねなのでその選んだものでフォルムをきれいに出していただくととってもね自分好みの寄せ植えに仕上がるのかなと思いますのでこのこれにこれが合うんではなくてこっちの黄色い方のお花が好きだったらこっちを選んで いただくようにすると楽しいかなと思います。えー、以上、えー、寄せ上のね、えー、寄せ上のことについてお話ししていきました。えー、ではですね次回の動画で実演をしていきたいと思いますので次回の動画でお会いしましょう。